くちゃん、今日はしおちゃんにたくさんこれまでに質問が寄せられているので、それについてお答えさせていただきたいと思います。あまりしおが喋ったりとか面白いビデオになると思えないので、僕は飼い主の僕ばっかり喋りまくるので、まあ、その代わりと言っちゃなんですが、今日は高画質でしおちゃんをお届け、高画質 HD でお届けしたいと思います。はい、質問内容その1、ハンドルネームはみごろさん。お話し上手なしおちゃんはいつもおしゃべりなんですか？まあ、そういうわけじゃありませんね。僕が帰宅した時にやっぱりよくしゃべります。あと忙しい時にやたらとこう横から喋ってきますね。しおちゃんは男の子だから人間でも女性が好きなのでしょうか？うっしっしってことですけど、そうでもないんですね。なんかよくおかまちゃんに間違えられるというか、こう女の子に間違えられるだけもあって、割と男の子が好きだね、しおはね。ね、男の人の結構匂いが好きみたいだね。なんだ、しおちゃんの好物は何ですか？しおちゃんグリーニーって言って歯の歯石、歯垢を取るスナックですね。あれが好きですね。でもしおはあんまり食いしん坊じゃありません。実は非常に食が細いというか、喋ることに夢中であんまりこう食べないというか、飼い主の僕に似てまして、僕はよく食べるんですけど、幼稚園の時にお弁当を食べずにいつまでも喋り続けて先生を困らせたという、まあそれにそっくりですね、塩は。まあそんなことどうでもいいんですが、しおちゃんの次の質問、しおちゃんの中には小さいお皿が入ってるんですか？それは結構寄せられる質問でして、実はしおは猫じゃなくてお腹の中に小さいお皿が入ってて操ってるんじゃないかと、そういう噂があるんですね。まあじゃあ今日はそれを徹底分析してみたいと思います。ということで、ちょっとしおちゃん、しおちゃん、お腹にさ、親父がいないかさ、ちょっと親父がいないかさ、ちょっと検査するから、ちょっと見せて、お腹見して。痛い。どうやらいませんね。そんなに必死に隠すってことはもしかしているんじゃない？小さいおっさん、ちょっと小さいおっさん。いないね。いないよね。はいはい、分かった。